切れたぜ。まだ息があるのか。あんたの価値を殺しなさい。どうせあちしは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証、アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。とどめは刺すのかよ。マジ、お前の芸に付き合ってる暇はねえんだよ。これで戦いの勢いが少しでも弱まれば。抵抗しても無駄だ。どうせこの広場は4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすために、ある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。攻撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。悪いけど、サウの命令よ。念に念を。あの男、もしかして砲撃手じゃない？邪魔しないで、殺しかねないよ。行くわ。いつ？まさか砲撃手か？思ったよりやるよ。今は引いてある。
消させてんじゃねえ。攻撃手はどこだ。砲台を置けるような場所を考えればわかるんじゃねえかと。サンドル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 ちょっと攻撃手の場所を教えなさいよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。さあ、通る。攻撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。サンドルラスサンサンドルラスサンドルソンソン悔しいぞ。サンドル撃つめ。攻撃手はどこにいるの。渡せ。一番高い建物の上だって聞いたぞ。サンドル撃つめ。貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。
間がねえ、急ぐぞ。おい、ここに怪しい奴がいるぞ。てめえ、この広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる？一番高い建物の上だって聞いたぞ。間に合わねえぞ。早く見つけねえと。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。わかった。あそこには考えられない。何度も見ていたはずなのに、盲点だった。私は間違いなく、あの時計台の中にいるわ。いいじゃねえか。こいつがポーネグリフか、ニコ・ロビン。奇妙というか、なんというか。解読はできたのか。ええ。アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある。記されていない。ここには歴史しか